はい、えな、ー、さんこんにちは。はい、えー、それではですね、担当式試験延期に向けた学習強化のね講座ということで、えー、まあ第四弾ですね。えー、第四弾はですね、連結会計のえ間、ー、接所有の問題のですね、まあ解放えー、ここにアプローチをかけていきたいと思います。えー、担当はレックスンで講師加減です。よろしくお願いいたします。はい、でえー、まあこの間接所有のですね解放なので、うんまあ必ず抑えなければいけないっていうものではないかなと思います。 出る可能性は、まあ、その高いか低いかの二択で言ったら、まあ、低いかなというところですかね。ね、ただ、まあ、出るとすれば、連結問題の総合問題。ね、えー、まあ、問題二十三から、問題二十八のところで、まあ、出るんでしょうけれども、まあ、おそらくですね、出るんであれば。ね。 それは、関節腫瘍ですね、そこまで難しくないんだけれども、こう、不和づけされてる方が多いので、まあ、ちょっとここでですね、簡単に解けますよっていうことを紹介させていただきます。で、あの、レギュラー講義の中でもですね、同じことをですね、説明してますので、あの、まあ、普段のね、レギュラー講義ちゃんと聞いてるよっていう方は、あの、同じ内容です。基本的には同じ内容です。ね。なので、まあ、確認のために聞くでもよしですし、あ、同じ内容だったらね、別にいいかなって聞かなくても全然構わないので、えー、まあ、そもそも関節腫瘍から逃げているとか、あと、まあ、昔ね、講座を受けていたんだけども忘れちゃったとかですね。あの、そういう方向けのためにですね、えー、まあ、万が一ね、その関節腫 が総合入れたときに、まあ、ある程度これで点数取れるようになりますから、ねまあ、20分から30分です、ね、お付き合いいただければと思いますよろしくお願いします、はい、で使っていくのはですねこのフォーサイズテキスト8」ですねテキスト8の15章の問題を使っていきますのでこちらの方で用意してくださいで使っていくのはですね直接所有プラス間接所有のケースの説明の2というところですね、えー、テキストページが15章の33ページになりますここを使っていきますはいですかで状況としてはですねこういう状況なんですね ください、えー、P がですね S の80%の株を所有しておりですねでその子会社である S が X の40%を持ってるとただこの S の親会社である P も同じくして X の20%を持ってるんですねでこのように、まあ、子会社の持ち株比率と合わせて、まあ、50%超であれば、まあ、基本的に子会社として、まあ、連結の範囲に含めていくというふうに考えてください。ですか あのまあ X に対する持ち株比率というのは P と S を一体として見ていきますからね。親会社子会社ってのは一体として考えていくんで、この P S 合わせて60%持っているわけですからね。だからまあこのグループの中というふうに考えていきます。はいですか。まあぱっと見えすごく難しそうですけれども、間接理は本当にあの解剖さえ知っていればですね、全然難しくないんです。恐れるに足らないという論点になります。 で関節応用所有の鉄則ですね、まずその1、ま,あ、まずその1というか、そんなないですけども、必ず X 社のタイムテーブルから作ります。いいですか、S から作っちゃだめですよ。一番下の子会社のタイムテーブルから作っていきます。はいでそれれがこ、ね、ここなんでですすねねちょっとです、ねこれ もしウェブアップしてもらえればこうウェブアップの方もですも合わせてこの下書きしていただきたいんですがしてもらおうかと思っているんですけれどもすませんただ、ちょっとねあの今回の,この延期講座そこまでアップできるかわからないのでちょっとねこれを見ていただきたいんですけれどもこれ X のタイムテーブルですが ×33 月31日に P が 20%S が40%取得しています。 罰算3月31日に P が 20%S が40%取得していますので罰算3月31日の X の状況がこれ、資本金が5万で利益上金が3万で合計8万で,でこれ、P と S こう分けて書いていきます,ですか。まあ、ちょっとね段を分けるんですね。でもやってること,といつもと同じですからね P が20%持ってるんで P 分ののれんと S が40%持ってるので S 分ののれんを出していきます,です,かちょっとです。なるべくこうアップしていいきたいんですけども X の本合計が8万でそのうちの20%が P 持ち分だから8万の20%で1万6000ですねでその P がですね1万7000で買ってきてるんですよ、ね、ただ1万6000千を1万7000で買ってきてるんで P のドラインは1000です P のドラインは1000とでそれと同じように S の方もやっていくんですねですかこの8万の40%を S が占めてるんで8万の40%の3万2000を S S が3万千ででってきてきるんです。そうすると S の連が出てくるんですね。はい、かやってることはいつもと同じ、それを2倍やってるだけですね。P 分と S 分、P の連と S の連を分けて出していきます。はい、そうすると、P の連は1000で、S の連が2000ですから、えー、これの連20年間で均等消却していきますので、P の連の方は年間50ずつ、S の連の方は年間100ずつ消却をしていきます。はい、で,ですか、ここ見てください。ね X、の、 利益剰余金の動きですけれども、X の利益剰余金のうち20、20%は P、40%は S、残った40%は非支配株主に帰属しますよね。それを矢印の上下で表しています。これこれですね20%分は P、P に帰属する利益。まあ、年間で2000ずつ、ね、利益剰余金増えてますので、ね、2000の20%は400、40%部分は S、S に帰属する利益800。 で残った40%分は非株非株に帰属する利益も800ということですねはいこれが一番下流 X のタイムテーブルはいで続いて S のタイムテーブルを作るわけですけれどもあのー、注意してもらいたいのはですね X のタイムテーブルからこれ S に帰属する部分は S のタイムテーブルに吸い上げていきますはいこあのー、この部分見ていくとですよえー、S に帰属する利益と 年間800ずつ S ののれん消却はこれ S の利益というふうに言えますのでこの赤でマークした部分つまり年間700ずつをこれ S のタイムテーブルに吸い上げていきますはいこれが S のタイムテーブルで ×34 月1日 ×33 月31日から S は X の40%の持ち分をですね持っているのでここからですね要は ×3 年度と ×4 年度で この S の利益に影響を与えていきます。つまりあの、S に年間700ずつ利益が帰属するわけですね。ちょっとここですね、S に帰属する利益を書きますよ。年間700ずつ、S に利益帰属しますから。まあ、トータル1400ですから、ね、2年間で、ね。これを S の利益、上金増やしていくんですね、この分だけ。この分だけ S の利益、上金増やしていきますよと。はい、そうすると、えー、4年3月31日の S の利益、上金って、これ、個別上6万5000なんだけれども、これ、6万5700。プラス700していきます。 で、バツ5年3月31日の S の利益上金って、えー、これ個別上7万なんだけれども、2年分ですよね。利益上金ですから。2年分。なので700、700×2 年分の1400プラスしていきます。それ7万1400にして、タイムデブル作っていきます。で、利益上金増やした上で、上が親会社 PC に帰属するー分。80%分ですね。80%分が P 分。下が非課部分ですね。P 分と非課分に増やした上で分けていきます。はい。 これでタイムテーブル完了ですですかこれだけですよ。で,すかでまあ一応この問題で言っても正成果連結はないので一旦使用連結だけで考えていくとこれで終わりなんですね。つまり S のタイムテーブルを作るときにこの X の影響をこの S のタイムテーブルに入れてあげると。そうすると X の影響込みの S のタイムテーブルから P 分の80%が出てくるん 計算されるんですね。ここですか？はい。じゃあこれでですね。例えばえ罰、ー、4年3月5000罰年3月31日の親会社株主に帰属する当期純利益見ていきましょうか。一応ですね。15の49ページですね。15の49ページにあの連結財務省があるので、まあ、皆さんはですね。あのこれ作れればいいんですよ。これ作れればいいんですこれ作れ？ればいいと 15の49ページ、ね、あのテキストだと1段階連結とか2段階連結とかありますけれどもあのまあそんな気にしなくてもいいんですよ別にこれ、まあ、基本的には2段階連結のです、ねまあ、方法なんですけれども、えー、説明のねページ数多いですけれどもですかもう回答はここだけもうここだけ見てください、ね、今の下書きのタイムテーブルとここだけ、ね、ですかであすみません先に非支配株の下地文いきましょうかねですか非支配株の下地文いきますよ先に。 これ、6万7880ですね、筆者や株主持分、ですか。えー、これ、×5 年3月31日の筆者や株主持分が6万7 8 0十ですけれども、はい、まず、X いきますよ。X のタイムテーブルの ×5 年3月31日の資本合計が、これ、8万4000ですから、まあ、これ40%ですね、非株。これ、別にいつも通りですね。8万4000の40%。3万3600。 ですね、これも X の比株ですね。で S の方いきますよ S の方は X の影響を入れた利益をベースにかける20%で比株出していきます。ねすはい、17万1400かける20%で3万4280。これが S の比株。なので S の比株は3万4280で,すか 34, で,ですか S の比株が3万4280で X の比株が3万3600です。 これで合計万もうこれで比較出てくるんですよ。す今ね x への影響いん、x の s に対する影響が700ですよね。700ありますよね。この700を s のタイムテーブルに取り入れます。まあ、2年間合計で1400入ってますよね。 でこ1,400入っているんだけども結局今ね1,400が x から s にですねタイムテーブルに流れていますよね1,400。でこの1,400のうち20%こっち行くわけですからねあの s にも非株がいるわけですからね。ですか,ですかこれちょっと状況としてですねあの非株も書いていくとですか s には20%のは、ね、非株がいるわけですよね。 株がいて、X には40%の非株がいると。なので今ね X の影響が 1400S に入りましたが、S に入った1400のうち20%は非株のものですからね。80%は P の方に行くわけですよ。80%は P の方に行くと。まあこれ矢印の上で P の方に入っていきますから、この後も親会社株主に帰属する当期準利益とか、まあ利益条件もですねざっと見ていきますけれども、ですか。 この x の影響を s のタイムテーブルに反映させることによって、s のタイムテーブルから s の非株と p に配分することができるわけですよ。で単純に非支配株の持ち分を求めるんであれば、s のタイムテーブルですね。もうここ千四百入ってますよね。x の影響千四百入ってますから、その千四百入った s の資本合計に二十パーセント掛けなければ、s の非株の持ち分が求められると。でこれはまあ x のものを戻し足していけば連結の非支配株の持ち分なんですね。 でおそらく関節収入が出た時に、まあ、ほぼ間違いなく非試合株主持ち分は回答箇所として、えーまあ、1つね問題が与えられますのでこれで4点取れますからねタイムテーブルだけ書いてあとはですね持ち分割合かけていけば4点取れるんですよ、ね、はいじゃあ次親会社株主に帰属すると基準益いきますよ親会社株主に帰属すると基準益は これ問題のですね PL ですね、PL が、ここかな、×4 年度の PL の登記順劇、まあ、P の期純利益2万、これがベースですね。P の期純利益2万がこれがベースですから、2万ベースにしていいですか、まあ、親会社株主に帰属する期純利益ですから、当期分だけをこうピックアップしていきますね。当期分をピックアップしていきます。はいで、まずね、X のタイムテーブルからいきますが、X のタイムテーブルから引っ張ってくるのは、これ、ちょっと青でいきましょうかね。 この P の影響だけです、いいですか ?P の影響だけ、つまり350です。350ですか。これを x のタイムゼロから引っ張っていきます。これは親に帰属するものですね。つまり、この x のうちの20%をまずね、ピックアップしてきてますよと。で、40%は比較いくんで、ここ無視します。で、この赤でマークした s に帰属するまあ40%部分っていうのは、 これ S のタイムテーブルに反映してしまってるんでね、その影響って。S のタイムテーブルに反映してしまってるんで、S のタイムテーブルからそれ引っ張ってくるんですよ。だからね、親会社からの資金属等期準利益を求めるときに、この X のタイムテーブルから S 分の影響はあの計算しちゃダメです,ですか。P 分の影響だけを吸収して、集計して、で、残りは S のタイムテーブルに、等期分であれば700入ってますからね、ここに。このフローのところでね。 前期の末に700、当期の末に1400、利益、上金増やしてるんですから、差額で700増えてますから、ね、その700増えたうちの80%は、S のタイムテーブルの P 貴族分に入っちゃってますからね、ここを拾ってきます。で、れ証券が500です,ですかこの入り込んだ当期の影響、700、700はここにいってますからね、この700込みの、えーまあ、フロー。 プラス700込みのフローを分けることによって7十56560が矢印の上に入っていて、えー、140ですかね140が非株のものに入っていますからねはいだからあの x のタイムテーブルから拾ってくるのはこれ P の利益との連勝客だけですからねこれ注意してくださいね P だけ P 部分だけこれ注意してくださいね S 部分は S のタイムテーブルに入れた上で S のタイムテーブルから引っ張ってきますはい で,すんでスタートするのは P の当期純利益2万スタートですね。そこから S のタイムテーブルから矢印の上とのれの消却プラス4560マイナス2万プラス4560マイナス500、えー、そこから X のタイムテーブルから P 分だけ引っ張ってきますね。これ350ですね。P 分だけ引っ張ってきますからプラス350で、えー、2万4410これが親会社株主に帰属する当期純利益になりますね。はい、成果連結なければまあこんなもんですよね。全然難しくないですね。 株主に帰属する当期純利益は矢印の下を引っ張ってくるとでただ今回配当があるんで配当前の金額に戻していきます剰余、えー、金の配当がありますので配当前の金額ですねだからこれも X もあるので X が剰余金の配当2000ですね X が剰余金の配当2000で2000の40%西が8 8 0 0戻しますね プラス800ですね配当前の金額に戻すので、えー、プラス800です。配当によっては減った皮脂や株の処分値も足していくわけですね。プラス800、配当によって減った皮脂や株の処分値も減らしていく、あ、一旦合算していくと。で、えー、S の方もこれ配当してますね、S の方の配当が5000ですから、5000の20%、520、プラス1000ですね、配当によって皮脂や株の処分値が減った分は戻していくんでした。これで皮脂や株の処分に帰属すると基準利益が求められます。はい す配当によって被支配株主の持ち分が減った分出していきますからね、1140+1000、X のほは 800+800 800で3740ですね、これで被支配株主に帰属する投機純利益ですね、まあ、配当なければ、ね、矢印の下だけをピックアップしていくとあの、X から受けた影響の部分が矢印の下に配分することによって、これも被支配株主に配分されているわけですからね、だから被支配株主に帰属する投機純利益を求めるときも、別に分けなんかやる必要ないわけですよ。ですか X の影響をここに入れて、差額取って、矢印の下を集計するだけで非支配株なしに帰属する当期純利益が求められると。はい、で、利益剰余金はそれを過去の部分までフィールドを広げるだけですね。今、当期だけピックアップして見ていきましたけれども、過去の部分まで広げていけば、これで同じ方法で利益剰余金を求められますからね。つまり、親会社 P の個別上の利益剰余金に過去の利益剰余金を出していきますね過去の利益常用金を出していき X 分ですね。 で、X の影響込みの S のタイムテーブルから過去の利益条件を引っ張ってくればこれで利益条件を求められますから。はい。まあ、のれの金額なんかも、また楽勝ですよね。のれの金額はまあそのまま素直に拾ってくればいいので、S ののれん1,800、P ののれんが900、まあ、X に対するですね、X に対する S のれん1,800、X に対する P のれんが900、S ののれんが8,500ですね、S に対する P のれんが8,500と。 これれ合算すすばいいいだけですからねはい、ちねもう一回これ画面見えますかね、まあ、このようにですね解いていけば、えー、感染症も全然問題なく解けると。で仮にです、ね、成果連結がある場合ダウンストリームは今まで通りですからダウンストリームが出てきたら、まあ、例えば利益の金額とか求める時には、まあ、仕分けから引っ張ってくると。 まあ別に売り上げ価とかの金額が問われれば普通に仕分けから引っ張ってくればいいとで。アップが出てきたらこれ今ので通りアップに反映させてくださいごめんなさいタイムテーブルに反映させてくださいねアップが出てきたら。ね、なので例えばですよ別に x が s に売っても x が p に売っても x がどこかに売っていればここに未実現利益出ますからねそしたらこれを消去するわけですから x が s に売る x が p に売るんだったら x のタイムテーブルにその未実現利益消去の影響を入れていきます。 はいまあ、例えばですね、未実現利益800消去しますよっていったら、X のところで、まあ、例えばね、これ連結修正で、期末のね、期末の未実現利益800消去しますよっていったら、こ、え、れ、ー、借り方、売り減貸し方、商品ですよね。ということは、X の利益上金、これ、売り減ですね、汚いですけどね、X の利益剰余金が800減るわけですから、タイムテーブルに、 X の利益上金800減ったんだったらね、えー、ここに入れてあげると800減らしてあげるとあのこれ別にいつも通りですよ間接種関係ないですからねアップストリームをタイムテーブルに反映させる方法ですからねそしたら800減った S への帰属分が今度 S のタイムテーブルに反映されますからねかだからアップストリームの場合はもうこれ別に今まで通りやってください X が S, S もしくは P どっちに売っても構いません別にどっちに売っていても結局利益形上して消去されるのは X ですからねだから X の利益条件を減らしてあげるというだけですで矢印の上下引っ張っていって S に帰属する部分はさらにそれを引き継いで S のタイムテーブルに持ってきますこれですねで S が P に売ったんだったら別にこれは S のタイムテーブルにそのままいつも通り反映させてあげればいいわけですね S がもし売ったんであればねはいいですか じゃあ最後にねあの、まあ、例えばアップストリームで、まあ、X がね S とか X が P に商品売りますよと売りましたと。でこれ未実現損益消去されますよね。なのでここで見た通り800売り券消去されます。じゃあこの売り券消去された、えー、貴族ってどうなっていくのかこれ見ていきたいと思いますね。つまり X の利益が800減っているわけです。800の未実現利益が消去されるってことは X の利益が800減っているわけですよね。でもその貴族先ってどうかっていうと800減りました。 そしたらまず、X の非株が40%の320ですね、その分負担しますね。800のうちの40%。で、800のうちの20%は、これ P, の P が負担しますよね、8 2 6 160ね。160はこれ P が負担しますよと、えー。それがまあ一応、ここに反映されますからね、あの800減った金額で矢印の上下に振っていけばね。はい ただ S のところについては2段階で考えていく必要があります。800X の利益が減りました。そのうち40%は S に行きますから、端32で320はこれ S に帰属するんですが、ただ S は非株と P にそれぞれですね、えー、まあ所有されているわけですから、この S に帰属した320のうちの20%は S の非株に行くんですよね。64。 で、320のうちの80%は親 P に行きます。こいつが、えっ、ー、と、256? 行きますね。で、この部分、この部分、つまり S がマイナス320を負担するっていうのを、この X のタイムテーブルにマイナス800反映すればですよ。X のタイムテーブルにマイナス800反映すれば、マイナス800の40%が S の とということで矢印の上にです、ね、反映されますよねマイナス320ですかマイナス800のうちの40%パマイナス320が反映されてそのマイナス320が今度ここに持ってかれるわけですよねでマイナス320が持っ,てこわら持ってかれたらそのマイナス320を親 P と非株に分けていますよねマイナス325、ね、でいやここですねここにマイナス三0 0じゃなくて、えーこれね、マイナス325ですね X から引っ張ってこられたんであればこれ見ますかね ちょっと画質がどうなのかわからないですけどもマイナス320ですね x から引っ張ってこれ,られたマイナス320の80パが p に帰属20パが非株に帰属ということになりますんではい結局このね未実現利益800の証却の負担というのは最終的な負担合計というのは x の非株 320s の非株64で p が250と160の合計さ40016、えー、ですかね 四百十六、四百十六、六十四、三百二十でこれで八百になります、ね、こう負担させていくわけですね。でこれをねあのー、x のタイムテーブルに八百一つね挿入していくだけで全部タイムテーブル上でこの負担関係が完結していきます。 だからアップストリームの場合もですねあのまあ今までどおりタイムテーブルの利益、条件を減らすという、ね、手法でやっていけば、えー、特に今までと何か、ね、異なる方法でこのタイムテーブルを書いたりとかっていう必要は全くないですからね。はいだからまあこれで間接収入が出てもですね例えば親会社株主に帰属する当期純利益とかほ、まあ、他に成果連結がいっぱいあったら難しいですけれども単純な問題であればあのタイムテーブルから拾ってくるだけなんですね。まあ、仮に成果連結があったとしても。ね、はい なので、まあ、複雑な問題が出ればねなかなかこれ難しいので、えー、解けないかもしれませんが、まあ、本当に、ね、基本的な問題が出た時にはやってる人とやってない人でかなり差がつく論点になりますので、ねまあ、ぜひね、えー、ちょっと今まで食わず嫌いだと、えー、言って、えー、逃げていた方は、まあ、この動画今25分26分ぐらいですから始まってからおそらくそれぐらいで、まあ、マスターできるとまで言いませんけれども。 まある程度ねこの動画で概要はつかめると思いますので、ねまあ、その試験延期、ねえー、したその3時間ぐらいの部分っていうものをね関節書院に当ててもらえれば3時間で相互、まあ、問題24点ありますから、まあ、半分ぐらいなんとかねこの講義で取れれば、まあ、御の字かなと私がね30分ぐらい講義やった、まあ、意味があるのかなと思いますので,ですか、まあ、動画聞いて3時間ぐらいで練習してもらえればおそらくねこの部分についてはできるようになると思うんですよ。 ね、なのであとはね担当問題集だとか、えー、トーレンだとかでですねもう一回、ね、ちょっとトライしていただきたいなと思いますはい、えー、あとねもう一個最後にですかこの、ね、説明はですね初めに P が S を80%を所有しており同時に60%、X、を子会社化しましたですか X 社株式の取得のタイミングが違うとそこでで段階取得とかか持ち分法から連結の移行がが出てくるるケースがあるんですよつまりどういうことかというと例えばね今回初めに P が X の20%を取得していたと初めにね例えば、えー、×1 年から取得していたと。で ×3 になって S が40%取得することになったっていうんであればこれで P と S を一体として見るんでこれ持ち分法から連結の移行になるんですよ。だから3のところで つまりここの部分でねあの段階取得にかかる誘損益なんかが出てくると思ってください。ですかもしもともと P が10%持っていてその後 S が60%なんか取得して支配獲得したんであればこれも段階取得になります。だからその時はねその支配を獲得した時については段階取得にかかる誘損益とかあの通常でりやってくださいつまり P と S を同じ会社だと思ってやってもらえばいいわけですから、ね、でそれ以降の処理はさっきですねこの解説したものと全く変わらないですからねそれ以降は。 なので、この取得のタイミングが違うときっていうのは P と S を一体化して見ていきますので段階取得であったりだとか持ち分法から連結の移行っていうものが生ずる可能性があると。そうしたら支配獲得したときの処理だけはちょっと注意をしてください。でも段階取得や持ち分法から連結の移行は皆さんやっていますからね。同じようにやってもらえればいいわけです。はい。えー、というところでですね、えー、試験延期に伴う学習強化講座第4弾は関節症への解き方。 というところでしたので、まあぜひねこの延期の時間というものを有効に使って、まあこうプラスワンですね、みんながみんな抑えなければいけないという論点ではないですけれどもプラスワンとして、えー、まあ比較的余裕がある方はね、今一度確認をしていただければ幸いかなと思います。はい、えー、それではですね、講義の終わりちょっとなります。皆さんお疲れ様でした。